日本人の神戸市民ハワイ圭介です。皆さんこんにちは。本日2023年の、7月の21日、19時、まあ約30分ですね。先ほど、まあ、インターネット記事で、不眠人様と紀子様が、まあ、学生さんだったと思うんですけども、まあ、少林寺拳法の、まあ、大会か何かの、まあ、視察に行かれたんですが、まあ、以前もテレビに向かって言う方法だったか YouTube に向かってインターネット記事、まあ、どれかなんですけども、あとまあいつものルートで送っていた、まあ、高島綾宛てルートですね。あの SD カードで、まあ、国会議員の方たちにこの話を上げてほしいということで、まあ、請願法によって陳情をしたんですが、元をたどるとどう考えてもおかしいんですよ。あの、まあ、内閣の方たちや国会議員の方たちや、まあ、警察官の方たち、検察庁の方たち、冷静にこの話聞いていただいたら分かると思うんですけども、そもそも武術を教えなければ暴力事件なかなか起きないじゃないですか。そもそもで言うと、なぜ警察署に体育館があって暴力を教えてるんですかっていうことになるんですよ。本当に中国の正しい歴史を教えるときに本当のことをお話ししましょう。少林寺拳法よく見てください。お坊さんでしょ。悪いことして人を殴ったりとかして大怪我させたか、最悪殺してしまった人が、そこのね、殺されたご家族とか友達の人たちとかに、お前どうやって供養すんねんってもうめちゃめちゃ怒られて、で頭を丸めて、でまあドラゴンボールっていう、あの今 Z って言いそうになったんですけども、まあ元々正式名称はドラゴンボールっていう漫画がまあ昔あったんですけども、クリリンというキャラクターがいて、頭にこうお灸の跡が添えられていたのは暴力事件を起こしたからであって、多分傷害事件以上、普通の暴行事件よりも重い罪が傷害事件なんですが、まあこれは一般の方向けに言ってるんですけども、多分あのそういうことをしてしまったんでしょう。体に4つも6つもあったら、何回むちゃくちゃなことしてんのっていうことに、どうしても、あの、もうこういう言い方にどうしても私もなってしまいます。もう、ここまで呆れる話になってしまうと、もう笑い話なのか何なのか、もう聞いてる方もわけわかんなくなるでしょう。警察官のしてることがおかしいって、どうせ現役した警察官が、ね、公務員なんか長年最後まで勤め上げた人なんで、一般の人たちと比べたら、ね、給与がもう倍ほど違ってるんだから、年収が。本当に。その後引退した後、さらに武術を教えて稼ごうとするかと。公共の税金で作った体育館で、あなたの頭なんかどうなってるんですかって、こういうことになるんです。だからこれをしっかりとテレビ局の人間とかが、ね、僕のホームページに、まあ公務員の人でもいいですよ。国家公務員の人でも。じゃあしっかりと字幕つけてもらって、世界中の人たちに聞いてもらったら、ボクシングとかね、 K1 とか総合格闘技界へ進もうとする人が減るでしょ。もう先進諸国どこも少子化なんです。競争倍率すごすぎたらもうお互いに首を絞め合ってるだけの世界なんです。これは本当の話なんですね。だから正直ね、そういうふうに暴力を振るってきた人が警察官になられても、それはそれで無理があるんです。今時その辺で人殴ってる人なんか見たことありますか？ないでしょ。本当にまずないんです。僕は数年前に見かけました。岡場駅の近くで、というよりも岡場駅のロータリーのあの前で、23時頃ですよ。すぐにあの通報しました。50メートルぐらい、いや100メートルぐらいは離れていたかな。まあ夜だったんですけども、身長が190センチぐらいの人間と170センチぐらいの人間が、もう遠目から見てね、あの声とか大きいから、まあ100メートルぐらい離れていても、もうそれぐらいの時間帯だったらもう十二分に声しっかり聞こえるんですよ。何って言ってるか、あの怒鳴ってる声とか。ですぐに通報して、
すぐに来てくださいって、もう喧嘩なりそうですって、もうすぐ、もう1人190センチぐらいだから、もうこれすぐに警察官数人がかりで来てくださいって、2人だったらこれ、年配の方だったら多分無理だと。僕も今、自分が止めに入るかどうか、今判断迷ってると、早急に来てほしいと。で、もう相手が、片一方の方が、路上でね、下コンクリートなのに、総合格闘技を多分見すぎたんでしょうね。マウントポジション取って殴り始めたんですよ。もうこれはえらいことになると大変なことになると。だからもうしょうがない。もう電話切ります。すぐ来てくださいよって言って、もう自分で止めに入ったんですけども、止めに入る方も正直相当覚悟いるんです。そんな喧嘩、自分が巻き込まれるかもしれないし、あんまり僕も体鍛えてないですから、今もう45歳です。今年46歳。今までの YouTube でちょっと自分の年齢、今年間違えて47歳って言ってましたけども、間違える時あります。人間ですから。まあ、それは、警察官に来てもらって、まあ、それまで、まあ、二人ともその前にいてくれと。その喧嘩、一旦落ち着かせて。とにかく動くんやめてくれと。まあ、それで現場に警察が駆けつけてもらって、まあ、それは、友達同士だったみたいで、酒飲みに行った後で、喧嘩になってたみたいなんですよ。で、190センチ台の人の方は190何センチあったらしいです。自分から手出さなかったんですよ。で、殴られっぱなしになってたんですね。で、警察官が駆けつけて殴ってた、その身長170センチぐらいのものを、まあ、捕まえてもらった後聞いたんですよ。その190センチ台の人にね、まあ、僕より多分年下の子だと思いますけども、どうしてもある程度の年齢のものだと思いますよ。だけど自分より年下だったらどうしてもこうって言っちゃうんですよ。で、どうして殴り返さなかったんですかって、正当防衛できたでしょうと。そしたら、いやもう自分の方が体が大きいから、僕は人を殴らないって決めてるんですって言ったんですよ。ああ、見上げた心がけだなと。もうものすごく感心したんですけども。まあね、これはね、正直な感想で、やっぱりね、まず暴力団関係の映画をまず作らないこと。本当に、暴力団員みたいな、人間に、中学生の頃からなってる人間がいました。同じクラスで。で、まあ、名前は出しませんけども、まあ、本人も心当たりあると思うんですけども、学校の授業中に勝手に話し始めるんですよ。で、柔道もしていて野球部のものだったんですけども、もう暴力団の映画ばっかり見てるような話をしてる。で、ボクシングばっかり見てると。で、喧嘩で殴ったりとかすると。で、同じ野球部だったんですけども、まあ、いろんなことありました。例えばトスバッティングで僕はボールを投げていて、トスしているところのボールの位置が気に入らなかっただけで、流し打ちで狙ってきて、僕の距離2メートル、フルスイングのマシンで芯で捉えた、金属バットで軟式野球ですけど捉えただけ、僕2メートルの以内の距離で直撃食らってますから、顔面。で、痛いでしょう。顔押さえるでしょう。その腹立つでしょ、ある程度。見るでしょう。ある程度睨みつけてしまうじゃないですか。そしたら今度そいつ金属バットで殴りかかろうとしたんですよ。もうどうしようもないでしょ。今はもう構成はされてるとは思うんですけども、だからもともと格闘技とかそういうことをしなければいいし、見なかったらいいんですって。そうすればそういう人間にならないですから。だからもうそのこれスポーツでね、いろんなまあ、そのスポーツの種類によって違うんですけども、明らかに髪の毛を染めてる人間とかで、そのプロのスポーツ、まあ、野球にしろ、ボクシングにしろ、もうどのような格闘技にせよ、危険度が高い種目であればあるほど、髪の毛染めてる人間の方が骨折してる人間の数多いんですよ。もう今年も前田健太がすぐに怪我した時点で、もう分かったんですよ。僕が見てるテレビでは髪の毛染めてるんです、彼は。だからまあ今までの淡井圭介の力を利用して買ってきたりしてる部分があって、お金の支払い一切してないから、テレビの画面でそういう風に映ってるのか、実際本当に髪の毛染めてしまってる方なのか、まあ野球ファンで僕ぐらいの年齢だったら分かるかと思うんですけども、まあ、岩隈投手も岡場駅で、まあ、
河合圭介に会いに来た方なんですけども、まあ、携帯電話に電話するようなふりをしながら自分でこう言ってたんですよね。そのこんな顔だったら本当にあの人わからないと思うって、まあそのだいぶ顔変わってたんですね。だから通常通り電話をかけて会うような方法じゃなかったら顔が違う顔になってるケースが非常に多い。元総理であった安倍さんも2021年12月2日の18時30分頃、河合圭介の自宅の横の春山整骨院の横に、車の種類はシーマです、車を止めて降りて出てこられたんですけども、僕もその時安倍さんの身長も覚えてなかったんですよ。で、安倍さん180センチ以上あるから無言でのしのしと近づいてこられた。僕も怖いから、あえてせんとこうと思って、早足になって離れようとするんですよ。で、僕も、メガネかけてる時点で気づいてもらったらわかると思うんですけども、目の視力弱いんです。メガネ外したら 0.1 ぐらいしかないんですよ、本当に。で、正直ね、みんなそんなわけないだろうって思うかもしれませんけども、一回、夜に完全に日没になった時間帯で、外出てください。大体相手の顔がはっきり見えるのって多分2メートルぐらいまでの範囲まで入らなかったら、特にコロナの時なんかマスクしてたでしょ。マスクなんかしてたら目元だけが似てる人間なんか世の中いっぱいいます。あと人間の顔がある程度変わるっていうことをまず覚えておかなきゃなんない。だからその方法じゃ無理なんです、最初から。で、裁判所でしっかりと河合圭介が20歳ぐらいの頃に西尾ゆかりが裁判所で言われてるんです。あなたたち芸能界テレビに出てる方の人がこの人にしっかりと電話かけなさいって法廷で。これが現実ですから、コンピューターの設定とかがありますから、裁判所の判決の記録は、5年以降、書類とか日本の場合は消去されます。中国はね10年で書類とかを処分してるとかでニュースとして燃やしてるとか言ってるんですけど、日本なんか5年で捨てるんですよ。で、裁判番号だけは記録として残してるんです。こういうことなんです。で、まあ、ちょっと話がそれましたけども、まあ、今もお腹の体温ごっそり持っていかれてるんですけども、どうせどっかのスポーツに使われてるんだと思いますよ。今もいろんな話したから、格闘技協会なのか、野球の方なのか、わからないんです。で、トラウト選手が今、まあ、骨折していって、阪神タイガースの近本選手も骨折してるんですけども、睡眠不足の人は骨まで栄養が行き渡ってないから骨折しやすくなってます。これも現実なんですよ。だからこの睡眠不足状態にさせる方法、電波はどうしてね、誰が科学の世界に持ち込んだんですかっていうことなんですよ。多大な法律違反ですよ、はっきり言って。で、以前にも言ってもらってたかもしれませんけども、この間放送された内容が、まあ再放送みたいな形かもしれませんけども、国連総長の、グレーテスさんが AI によって多くの人間が殺される可能性があるっていうことをしっかりとテレビで放送していただいてます。これ以前にも放送ご近年あったかもしれないんですけども、私からの継承で私の話は国連まで上がりますから。で、まあ、これは一般人の方に向けて言ってるんですけども、日本の法律業界で悪党がいたら私は国連に要請かけますから、本当にテレビに向かって言う方法なので、本当にね。他国ではパククネ大統領が、韓国のパククネ大統領が手錠をかけられてるでしょ。国連のインターポールの下で世界中の警察官は存在してるんです。ね。国際司法裁判所とかの方が上なんです。その判決の命令に背いたら国連から脱退させられますから。本当に。国連条項を読んでください、自分で。嘘だと思うんだったら。あんなものもう2時間もあったら声出しながらでも読み上げれますよ。あんまりないですから。条約の内容はね、あれぐらいは大体のこと頭の中に入れとかないと。まあだから裁判官が捕まるケースがあるかないかでいうとあります。それは法務大臣も訴えられます。法務大臣の下で、最高裁判所の、裁判官とかが選ばれてたと思うんですけども、総理の下で各大臣が選ばれて脱
選ばれるのはまず間違いないんですけども、その後は法務大臣が最高裁判所裁判官を選んでいったか、総理の可能性もあるにはあるんですよね。だからちょっとその辺のところはあまり深掘りしようとしても一般人の方には限界があるんですけども、まあ、まあまああの時ああ言われたこう言われたは総理の方にもありますし法務大臣の方にもありますから、あ、まあ一般的にその選挙の時に最高裁判所の裁判官をまあ判事という形でまあ投票口ではまあ、一般の国民が罷免にするべきかどうかを投票できるようになってるんですけども、まあ、あんまり選挙以降のサボってたらそういうこと忘れますから、自分でできるだけ、まあ、歩いて投票行けるようなところに住んでる人はできるだけ投票しに行った方がいいですよ。そうじゃなかったらそういうこと忘れますから。まあちょっとだいぶ話それましたけども原点に戻りますね。あんまりというよりも警察官の体育館でもう武術を教えるやめなさいっていうことなんです。一般人にやめなさいっていう権限があるんです。そうじゃなかったらね、それは警察官のに対する公務執行妨害だとか侮辱に関するものありますけども、ちゃんと民法にも刑法にも侮辱関係の、違反の法律あるんです。民間人だって警察官相手に訴えれますし、それ侮辱罪です、あ、侮辱行為ですよっていうことを言えるんです。だから警察官が警察官を捕まえてるケースもあるんです。まあ一般人向けに言ってるんですけども、だからそういった部分がなかったら抑えが効かなくなるんですよ。それはもう民間人もそうですけども警察官の方もそうなんですけども、で僕の件でものすごくややこしいんです。その昔のね、1956年に売春防止法ができたんですけど、それを言えないようにしようとした誰かが勢力がいいな動画を見てるんですよね。今っていう言い方しておきます。向こうとは時間軸は違いますけども、まあ、今頭の中に描いた人とは違うでしょう。で、それまで政府上層部や、まあ、ある程度お金を持ってる長い間公務員勤めをしてるような人間だとか、大企業の人間とかお金を持ってる人間とかがエロ業界とつるんでいた、つまり組んでいた、それが暴力団であり山口組とかそういう組織なんです。だからエロ業界イコール暴力団で合ってるんです。本当に小指を落とさせたりしてるんです。で鉄砲を撃ったりとかして、今でこそ今そういう事件がまずありませんけども、芸能事務所とかに銃弾を打ち込まれていたのはそういうふうなややこしい生き方いっぱいしてきていて、でやったやられたの話でそういうふうなところまでしてると。だからそれはお金の問題だったのか性的な話で、トラブルになってるのか知りませんけど、そういうことをしてるからトラブルになるんでしょって。そんなことしてお金稼ごうというその頭をなんかまず綺麗さっぱり直しなさいと。人の頭借りないで自分で努力して、自分で努力しないからそういう人間になってるんです。で努力というものは六法全書と都政六法を買うところから始めて、次は図書館行って現行法規と現代日本法規を読み込む、交通費がかかるから自分で六法全書と都政六法を買った方が早いんです。15,000円以上しますけども、両方で大体それぐらいです。もう気がついたら僕は六本選手2回買ってますよ。都政六本を2回買ってました、気がついたら。まあこれだけ長年時間が経過したら、2006年に作られた東京オリンピックに関する基金の条例なくなってるかなとかそういうこと、まあ令和2年かそれぐらいの都政六法なんですけども、東京オリンピック開かれる前でしたからね。本当にもう悪の総本山は大体東京ですよ。それを兵庫県に押し付けてきてね、山口組の総本部を兵庫県の灘区のね、田岡御殿っていうことにしてたでしょ。田岡っていう男がもともと山口組の組長で、田岡製薬所っていうところがもともと兵庫県の播磨の方であったんです。姫路市よりももう少し西の方です。播磨郡の方にあったんです。ね、製薬所で精子を生産できなくなる薬とかを作っていた。それを医療業界に、ばらまいていた。自分たちの悪さがバレそうになった私みたいな人間を、告発する人間を精神病院行きにしていた。方法は簡単です。自宅の横とかに
裏とかに春山整骨院みたいな針器具マッサージや、もともとエロ業界側の人間が行ってきた仕事、そういう風なものを立てるんです。で、挑発行為を行ってくる。それに関わってた人間をそこで仕事させたりする。で、集めてくる。で、挑発行為を言ってくる。車の音とかで最初やってくる。1日100台以上車出入りさせ、車の音バッタンバッタンさせてきて、めちゃめちゃ腹立ちますから、毎日やられたらキリないから。で、ここの住宅内にも入り込んでくる。これで叱りに行くなっていうのは無理ですよ。私は国会で国大臣と同格として扱ってもらってるんです。国会で、本当に議会でそういう話をしている以上、各大臣が今まで何にも認めている以上、総理含めて、それでいいんです。それぐらいの話がなかったら警察官が間違えるんです。怒鳴りに行っていいんです。私は被害者ですから、向こうが加害者ですから、叱られる側の立場なんです。いいですか。暴力団を一般人が叱ったらダメだって、アホみたいなことを有馬警察署の人たちが判断しないでください。いいですか。いい加減にしないとあなたたち捕まえますよ、有馬警察署の人たち。一般人にも刑事訴訟法で逮捕権ありますからね。その後警察官への引き渡し。だから裁判所でしっかりとそういう件を詰めていかなきゃなんないから、いきなり自分から警察官を捕まえるようなことさすがに私もしません。だけども法廷で、みんなの見える傍聴席で、一応私は裁判官に求めるつもりです。全国放送で放送しましょうって。リアルタイムで。それぐらいしなかったら世の中良くなりません。警察官がどうせ癒着してますから。1956年に売春防止法が出来上がって、急に世の中変わるわけないんですから。10年ぐらいはそんな法律出来上がってるって知らなかったって平気で言ってる人がいっぱいいた時代ですよ。だからテレビ局で昔の、ね、ドラマとかでエロシーンとか平気で流れていて、入れ墨入れてる人間はテレビに出てた。ちょっと前のね、夜中とかの放送でそういうドラマ流してたんですから。全員テレビ局の役員の口座土地建物全部差し押さえちゃったらいいんですよ。真面目に仕事しないんだから。プロデューサーとかも。主任、課長、部長、そんなもの放送してたら、お前らの口座土地建物全部差し押さえるよって。仕事する人間交代や。テレビ局合併せえって。それ人員整理できるわって。こういうことです。徹底的にしなかったら世の中舐め切ってる。そういう家計の大企業とかのね、役員だった人間とか部長とか、大体その前後ぐらいの人間とか、専務長も含めて、そういう人間の子孫とかがテレビ局のアナウンサーとかになってるんです。これが本当です。これが告発でもあるんです。ね。この癒着形式分かったでしょ。ね。アナウンサーは、中に、例えば報道ステーションの小木さんはもともと機動隊員で、もしかしたら現在も機動隊員かもしれません。警察官です。だけども私がテレビに向かって、なぜ警察官がレンタルビデオショップとかのアダルトコーナーアダルトところなぜ捕まえないんだと言っても返答しないんです。卑怯でしょ。これは事実なんです。実名上げなかったら逃げるんです、みんなすぐに。返答をしないっていう方法でね。これが世の中の社長どもの実態。大体の会社行ったら法律はしています。会社の役員がさせています。これが世の中の事実です。で、警察と組む。週は株式会社で起きてきたことを私が申し上げている内容を見たらわかります。大変良いお勉強に皆さんなるかと思いますよ。しっかりと週は株式会社の社長の矢野秀勝さん、人柄的には嫌いじゃなかったんですけども、両サイド警察官に固められて連れて行かれました。さすがに手錠をかけてるところまではテレビで放送させないでいいからって、こっちで説明するからっていうことで連れて行かれています。連行ですよ。だから運輸業界を今手こ入れしてますけども、私が言ったんです。いつまでたっても他の運輸業も長時間労働させてますよって。この間まで運輸業界でずっとトラックのドライバーをしていた人間がどういう勤務体制かっていうことを実際あって話してますから、あ、今でもそうなってるんですかって。あ、僕は安倍さんの時に言ったのになって、いろいろ書いてもらったんですよ。安倍さんの時に、あの、公務員になる時はしっかりと面接で試験受けさせなさいって、あんなペーパーテストなんかしても意味ないって。大学でなんかの連中なんか社会のこと分かってない連中の集まりですから、余計世の中のことめちゃくちゃにする。
ね、税金使って大学まで行ってるから、最悪な人間はハーバード大学とか世界中の大学飛び回ってるでしょ。税金で飛び回ってるんですよ。みんなの税金で。税金使うことしか、横領することしか考えてない。それを平気で普通の世界だと考え込む。消費税 3% から今 10% まで上がってますけども、軽減税率付きで 8% ですけども、それでも知らないふりをする。これは東大主席の人間が、そこまで一定委員会で出ていた人間の山口真由の実態。ね、東大主席でも頭のいい人間がいないんですよ。ペーパーテストの点数よりも人格の方が先なんです。いきなり社会に出て働かなかったら実感っていうものが持てませんから。テレビで嘘ばっかり放送されてるところを見たら何が本当なのか、社会がどれだけみんな法律守ろうとしてるかっていうところわからないでしょ。公務員の窓口の人たちが法律のことよく分かってないんです。自分たちの仕事をね。だから僕は教えてるんです。昨日も生活保護の窓口へ行ってきて、まあ、生活保護でもある程度収入が働いたりして入ってきたら、1万5000円までは手元に残ります。で、それ以上になってくると割合が減っていきます。まあ、そういうふうな、その表があるんですよ。で、今度、それを、僕のホームページに、掲載しておきます。で、その時に、ここで写真写していいですかって聞いた時に、担当者の人みんな判断聞かないんですよ。いや、まるまるさん、公文書公開っていう法律がありますから、これはみんなが覚えてもらわなきゃならないものだから、情報は政府の情報というものは国民に開示しなきゃならないって。ね。法律のことよく分かってないでしょって。裁判所行ってみたら呆れますよ、今時。髪の毛染めてる人間は働いてるんですか、裁判所で。海洋基本法違反、河川海を怪我しちゃならないって書いてるでしょ。いいですか？後ろに罰則規定がないとか国会でわけわかんないこと言ってる本当の国会議員いますけども、違いますよ。海洋基本法違反からでも、昔工場のヘドロの工業問題、汚染問題。最後刑法行きで罰せられてますからね。始まりは海洋基本法から。できますよ。民事訴訟法見たらわかるでしょ。最終的に刑事訴訟みたいになってるでしょ。僕はそんな手ぬるいことしない。刑事訴訟は。一台だけで終わらせてしまうから。株っていうものは代々受け継がれていくでしょ。社長がたくさん自社の株を持っていて、会長とか、ね。で、自分の子供とか孫に受け継いでいくでしょ。ね。その人間会社で働くでしょ。わかります？僕の言ってること。その辺のところを、三親等以内までの請求が民事だったらできるんですよ。これが民事のいいところ。いい、君たちの一族。大企業の役員だからって、していいことと悪いこと区別つからないんだったら、こっちだって徹底的にするよって。法律でって。法廷でって。いい？カルロス・ゴーンさんだって捕まったでしょって。これが現実ですよ。どういうことなのか詳細は正直わかりません。これは法廷とか、お互いが出してる書類とかまで目通して、裁判所のモニターとかでね、実際どういうふうなことがあったかとか、そこまで放送してもらわなかったら、ニュースは正直断片的に出てくるから、わからないんです。で、裁判所っていうのは相手にも相手なりの言い分とか理由とか、あ、誰それにああ言われた、政府にもああ言われてきた、こう言われてきた、こっちだってがんじがらみだよっていうところ、これは正直本当にあるんです。だその部分は聞いてあげなきゃなんない。僕は原告側だとしてもね。だけども、ここは変えていきましょう。ああしましょう。こうしましょう。それに背くんだったらって、今まで背いてきた分は、これはもうお金として払ってもらいますよって。で、エネルギーの残存量問題があるんだから、はっきり言いますよ。車まず差し押さえてもらいます。押さえさせてもらいます。社長が率先して電車バスで通勤しなきゃなんないでしょって。こういうことになるんですよ。社の長なんだから。自分たちが姿勢見せないと。生き方の姿勢というもの。背筋が伸びてる伸びてないの話をしてるんじゃないんです。生き方のこと、人格のことを言ってるんです。どうせ顔変わっちゃうんですか？わかりませんって、どんだけ大企業の社長でも。この間が2022年の、11月頃なんですけど、下旬だったかな、11月頃、田尾寺駅、まあ、米寿システム24っていう伊藤株商事さんが 40% ほどの株を持ってる、まあ、子会社ですよ。まあ、ベルシステム24っていうところでコロナウイルスのワクチンのデータ入力の仕事して帰ってきたときに、田王寺駅の階段を降りたところに、軽自動車を止めてるんですよね。まあ、そんなところ、三皿の方のところ、そんな子、
道路交通法で交差点の15メートル以内のところに車止めちゃダメだっていうことやってるのに、 SMBC 日興コーディアル証券、いいですか、超巨大財閥の三井住友を合併させたところの証券会社の社長さんがそんなわけわかんないことしてるんですよ。で、こっちを見てるんですけども、急に来られたってわかるわけないでしょって、どこの誰か自分から淡井さんですかって正直に言わないと。で、挨拶できるできないがあるんですけど、こんばんはから始めたらいいんです。これ言えなかったら全員僕に声かけることできないんです。声かけてると勘違いしてる人間は二人組とかでお互いで喋って僕に絡んできてるだけで、それは声をかけてるんじゃなくて喧嘩売りに来てるんです。いい加減にしないと。僕も塩が株式会社で勤務してる時に警察官の人と一緒に働いていて、裁判所で多分働いてた人も多分混ざり込んでいたんでしょう、時々で話詰めました。こんだけここで働いてるところに絡んできてる連中がいると、これ僕の方が我慢の限界来てね、相手に対して正当防衛、仮に一発殴ったりとかしたらって、それ顔面は殴りませんって。その時周は株式会社で働いていたから、自分がどれだけ筋力ついてるか分かってますから、中身の入った投影缶4缶平気で持ってスタスタ歩いてましたよ。それぐらいの筋、それだけの筋肉持ってましたから、本当にその当時わけわかんない量本当に売ってましたから、本当にあんなきつい仕事ありませんよ本当に。まあ実際にしてしまったんですが、もう相手がもうこいつら暴力団だって、お前の兄弟を脱がすのの何だのっていうことを笑いながら二人組で言ってきて、もうずっとその時の周和株式会社の人間も、もうその会社のその中で課長として入り込んでいた警察官とかの人に、僕はもうその時警察官だったかどうかの認識もよく分かんないんですけども、本当は偽名だったみたいだからよく分かんないんですが、婿入りとか嫁の方の席に入ったりとかで、それ名前変わったり本当にするから、だから本当に警察官でも警察手帳を見ただけでは本当に分からないんです、本名だったのか偽名を名乗ったかどうかが本当に。で、それだったらこっちでは〇〇っていう名前で通ってるけどって言うんですけども、10年も20年も前だったら名前が違うケースも本当に合法の世界の生き方を教えてもあるんです。で、先田って名乗ってたか分かんないんですよ本当に。その後は永田っていう名前、永田っていう名前だけでどこの警察官が、兵庫県警の今までの働いてきた警察官で永田っていう人、フルネームでもどうせ同姓同名の人がいるのにどうせ分からないですよ、探し出すことなんかどうせできないですよ、警察官とかじゃなかったら。で、その時にもう我慢の限界来て、もう事務所飛び出して、もう北神戸、もうえらい勢いで僕も飛び出してるから、北神戸店のドアその時壊しちゃってで、二人組の片一方の方ボニーに一匹入れちゃってるんですよ本当に。で、大慌てでその警察官の人は、もう救急車なんか待ってたら、もうここも住所とかも正直俺らも分からへんからっていうことで、俺がすぐ運ぶからっていうことで、もう一人の人間に、もう待てって、もうそれ以上動くなって、もうそれでもう止めてくれって、お前のその怒ってる、もう止まらんのはもう俺らもどうしようもない、俺の方でもどうしようもないっていうの分かるって、こんなに何回も絡んできたらって、入れ替わり立ち替わりで言って、相手がだいぶ卑怯なことしても組織ぐるみだっていうこと俺らも分かってるからって、俺も分かってるからって、俺ももしお前が訴えられた裁判所ちゃんと証言するからっていうことで、俺が病院に運ぼうっていうことで、まあもう一人の人間は僕は殴らないで済ましたんだけど、それでも入れ替わり立ち替わりで喧嘩に来るやつが来て、で、もう、なんとか自分を抑えようとしてるんですけども、のそーっと今度は壊さんで、もうついつい外の扉まで出始めた時に、店長だった警察官の人が、後ろから僕を羽交い締めにして、まあ、逮捕術の方でね、こういうふうな、後ろからの羽交い締めの仕方したら、手が使えない方法っていうのはあるんです。それで僕の動きを抑えて、もうええかお前らこのまま帰れと、
帰らんかった、こいつはこのまま話すぞというような形で、あもうなんかもう変なやつらがもう何回も来てね、もう一回目の前で、建築屋さんとか使ってる鉄筋あるでしょ、あれを目の前で曲げたことあるんですよ。よくボクサーとかが、フライパン、あれも本当は材質で曲がりやすいフライパンとかあるんです、本当は。で、目の前で曲げたったりとか、ああいうパフォーマンスがあるでしょ、もったいないから、本当に。エネルギーの残存量問題とか、また溶かして再加工したりするの大変だから、昔のフライパンなんか絶対人間の力で、ボブサップさんでも無理です。昔のフライパン、本当に、多分あれは鋼を使ってます。鉄を鍛えて鋼に加工して作ってるから本物のめちゃくちゃ重たいですか、昔のフライパン。本当に。あんなもので人殴ったら本当に死にますよ、相手。頭蓋骨とか陥没して。なかなか死にませんから、人間も相当苦しみますよ、死ぬまで。だそんなえげつないこと絶対しちゃダメですから。だからボディーブローとかだったら、相手が黙るでしょ。だからそういう意味だったんですけど、一回だけ僕は大人になってから、その時に一回だけ治ってしまったことがあるんです。その辺の情報とか握ってる奴らが春山整骨院にもう一回立てて、また絡みに来てるんですよ。春山整骨院に出入りしてる人間はもう暴力団側だっていう認識でこちらは対応するけど、お前ら確保できてるんだなっていうことで、老人だろうが何だろうが、元議員だろうが社長だろうが死にませんよ。こっち行きますか、とことん法律で。あなたたちがやる業界と組んでた側として、もう断定できるんです。そこで働いてる人間は名乗ってるから、何人も。出会いしてる人間も含めて。エロ業界側の方が強いって、エロの方が強いって。自分が暴力団の構成員か準構成員だって自白してるのと同じですよ。そういうところ、昔一回解体したのにもう一回作り言った。これが事実です。いいですか？この内容を日本中の全警察官覚えてくださいよ。ね、ハリキューマッサージは中国から流れてきたものですけども、中国ももう随分昔から政府は認めてるんです。ハリキューマッサージには、科学的根拠はないと。そんなものに税金使わなくていいって。中国政府が認めてるんです。向こうから流れ込んできたもの。これを日本政府が認めてる連中がいたら、日本政府もその認めてる連中側が暴力団とつるんでた人間です。組んでた人間です。断定できます。以上です。今更国会議員の人たち知りませんでは通用しませんよ。地方議員から知事、市長全員同じですからね。以上です。僕はなぜこんなに怒ってるか分かったでしょう。僕はまだ童貞なんですけども、2008年の6月に、そこのオートバックス、有馬警察署のすぐ近くのオートバックスで、男4人組に殴られて、両顎割られて、配送されたのが神戸大学附属病院で、翌日にはオペを行って、集中治療室で目を覚ました時に全身麻酔を頼みましたが、それは、皮膚、ね、口の中、顎とほっぺたの間、皮膚切開して、両顎のところを、ね、電動ドリルで穴開けて、プレートでネジ締めて、プレート当ててネジ締めて、で、骨をずれないように固定しておかなかったら、後でだんだん再生していくときに骨と骨が歪んで繋がったら、むちゃくちゃえげつないでしょ。そういうことです。で、そこで強制わいせつされてるんですよ。触られてるんですよ。そこまでされて怒るなっていう方が無理でしょ。それを兵庫県警は事件として受け付けなかったんですよ。絶対エロ業界の奴らとつるんでる奴らは兵庫県警内にいる。生田警察署に行きましたからね。対応してくださいって、ちゃんと敬語で。そしたら被害届の書類、全然書かんかった。同意があったのなんだろうっていうことを言い直すんですよ。殴られた後で、オペした後で、全身麻酔で目覚ました後で、同意も減ったくれもあらへんでしょ。こっちは自力でベッドから起き上がることすらできませんよ。その警察官まで名前隠すんでしょ。一人や二人じゃありませんよ、この件。警察官や検察官が捕まる。で、いいですか？精神病院で精子が生産されなくなる薬について、検察庁の検察官のところに持ってきましたからね。そしたら逃げましたからね、そいつら訴えれないって。これがこの世の中の真実ですよ。
検察官も本当は調べ回して一人や二人じゃないはずですよ。神戸地方検察庁だけでね。これを世界中の各政府がしっかりと淡井圭介さんの裁判を早急にしなさいっていうことで国際司法裁判所で裁判してください。春山整骨院がの連中らが絡んできてた例だったら1年半から2年かけてある程度録画しました 128GB ぐらいの容量があります。その録画に関しては令和4年括弧の括弧閉じる第1736号かな、まあ、あのホームページ、300番台の僕が訴えてる件で令和4年の、件も、そこも、この裁判に組み込みで行ってください。で書類の方でちゃんと束1束2束3束4と分けてどこかの束に春山整骨院ありの第一タウンハイツを出入りする連中や家の横を通り過ぎる連中とか何時何分にあの言ってきた連中男か女かとか全部書いてますから、大体のことものすごい情報量になりますよ。だけども向き合ってください。それだけあるんだったらすぐになぜ裁判しないのって、民事で彼がしなさいって言ってんだからすぐにしなさいって、国際司法裁判所でアメリカも中国もヨーロッパもいいですか、これチャンスですよ。アフリカの国とかね、インドとかオーストラリアの国の、政府の人たちがそれ日本を訴えてすぐに早急に裁判するかしないか、国際司法裁判所でしっかりとそれ勝訴取れますから、してくれたらそれオープンにしてください。そうしたらその国信用できるっていうことになりますから、この国はしっかりと法律守るっていう部分があると、しっかりと他国の人助けを法律しようとしてる国だと、政府だと、こういう信用が得れます。以上です。今から世の中の大改革一気にしますから、私ができなかったら世の中エネルギーの残存量問題が解決できなくなって、近年に何億人も死んでいって確実に100年後には90億人ぐらいの人が死亡します。物資が全て止まるからです。スーパーマーケットとかに食料とか並ばなくなります。電気も発電できなくなります。どういう事態かわかるでしょう。電気自動車化が成功したところで解決できることできないことぐらい、エネルギーの残存量問題をしっかりと勉強してください。これは20歳になる前から学校でしっかりと勉強させてください。親にこの動画を見せてもらったらいいんです。親がこの動画にたどり着けなかったということは実力がない親だったということです。以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。淡井圭介に味方している人間がまとも側である可能性があるとしか言えません。その人がどういう生き方をしてきたかなんか調べないとわからないからなんです。テレビ出てる人もね、アナウンサーだろうがなんだろうが、エロ側に回ってるアナウンサーなんか今まで山ほどいました。たくさんいたということです。山の中にいたという意味ではありません。違いますよ。東京とか大阪はエロ業界の総本山で、暴力団員の総本山です。何を兵庫県のせいにしてるんです。徹底的に取り締まりますからね。覚悟しておいてください。心当たりのある人たち。自衛隊の方が上ですよ。アメリカ軍もインターポールの警察官として、この辺うろついてくれてますよ。アメリカ軍の兵士の方がね。数年前に見かけました。以上です。絶対安全圏なんかありません。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。